北海道経済産業局産業部経営支援課の一条と申します。よろしくお願いします。私からはジャパンブランド育成支援等事業費補助金についてご説明させていただきます。本補助事業はこれまで農商工連携や地域産業活用資源の事業計画の認定を受けた方にお使いいただいていた国内海外販路開拓支援事業費補助金、以前のふるさと名物支援事業費補助金とジャパンブランド育成支援事業が統合された補助金となっております。本補助事業の申請にあたっては農商工地域資源の認定は必須ではなくなりました。なお農商工連携事業、地域産業資源活用事業、小売業者等連携支援事業、ジャパンブランド育成支援事業のいずれかについて過去5年間で代表申請者や共同申請者として通算3回の採択を受けた事業者は同一の事業内容での申請はできませんのでご留意ください。まず制度の目的ですが、本補助金は全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商品・新サービス開発や販路開拓、ブランディング等の取り組みを中小企業者が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一部を補助することにより、地域中小企業の全国・海外への販路開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。事業類型ですが、2つに分かれています。1の全国・海外展開等事業ですが、中小企業者等が市場ニーズを捉えながら、優れた素材や技術等を生かした製品やサービスの魅力を高め、国内、さらには海外のマーケットで通用する商品力、ブランド力の確立や、インバウンド需要の獲得のため、市場調査、専門家招聘、新商品、デザイン開発、および評価展示会出展等を実施する事業です。補助上限額は500万円で、複数社による共同申請の場合は1社増えるごとに500万円ずつ加算上げし、最大2000万円となります。5社以上の連携であっても2000万円です。下限は200万円ですので、最低でも300万円の事業規模となります。補助率は1、2年目は3分の2、3年目は2分の1となります。過去5年の間に同じ事業で農商工や地域資源、ジャパンブランドの補助金を1回お使いいただいている場合は2年目、2回お使いいただいている場合は3年目となります。旧ジャパンブランド補助金の戦略策定支援事業のみ採択された場合は、本事業においては2年目とならず1年目に該当します。2の全国海外展開等サポート事業は、地域の支援機関が中心的な役割を担い、地域中小企業の新商品サービスの開発やその全国展開海外展開に向けた事業の計画立案に係る調査研究を行う事業や、中小企業者や地域の支援機関等が行う複数の中小企業者を対象とした全国・海外への販路開拓に向けた新商品・サービス開発やインバウンド需要の獲得に向けた支援を行う事業です。補助上限額は2000万円で、下限は200万円、補助率は1、2年目3分の2、3年目2分の1です。対象者ですが、中小企業者またはその連携体、商工会、商工会議所、組合、NPO 法人等です。
かなり細かく記載されておりますので、詳しくは公募要領をご覧ください。補助対象経費は、専門家や委嘱した委員に謝礼として支払われる謝金、事業遂行に必要な情報収集や各種調査、会議や打ち合わせ等に参加するためや、販路開拓のための旅費、機器・設備等のリース料、レンタル料として支払われる借損料、通訳・翻訳費、ユーザーニーズ調査等を行うための経費、及び調査員等に対して支払われるマーケティング調査費、通信運搬費、事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、交通費代として支払われる経費である雑役務費、産業財産権等取得費、展示会出展費、パンフレットやポスター等を作成するための広報費、会議・講演会・シンポジウム等に支払われる会場借料や機材借料等の会議費、外注費を含む委託費等、原材料費、機器・設備費等、設計・デザイン費等です。スケジュールといたしましては、2月25日から公募を開始しておりまして、3月25日まで受け付けております。申請方法は、持参、郵送、電子システムの J クランツの3種類となっており、メールでは受付しておりませんので、ご注意ください。審査は外部の有識者で構成される審査委員会で行われます。政策的意義での加点項目といたしましては、ふるさと名物応援宣言の趣旨に合致しているか、申請者及び参画事業者のいずれかが地域未来権威企業に選定されているか、地域団体商標を活用した事業内容であるか、その他国の施策に合致しているかです。本補助事業では任意により事業内容を補足する動画の提出が可能となっております。申請書に記載した内容についてプレゼンを行っていただく動画で、動画の再生時間は3分以内です。提出はあくまで任意ですので、提出したからといって採択に有利になるというわけではございません。詳しくはホームページに資料を載せておりますので、そちらをご覧ください。最後に活用事例をご紹介します。芦別市にある滝沢ベニヤ株式会社は、本補助事業を活用し、色鮮やかな再生紙を挟んだ縞模様が特徴のオリジナル合板であるペーパーウッドを開発し、ペーパーウッドを使ったインテリア製品をフランス・パリでの展示会に出展し、高評価を得て、現在もニューヨーク近代美術館等で商品が販売されるなど、海外での販路拡大を実現しました。説明は以上です。ありがとうございました。